はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、レニアンです。今日はね、MW3 に別れを告げましょう。 SPX 戦ということでね、原点にして最強にして最愛のこのスナイパーで MW3 を締めくくりたいと思います。さあ行きましょう。ギルコンバームシープメント、ギルコンバームシープメント、その後そして SPX、 もうすごい、もうレニアンの大好きな、もう大好き、言葉にできなくて、ミア出ましたね。ミアだっけ、この歌この歌ミアだっけ、ミアかユイだった気がする。 OK、 ナイスー。本当に強い、本当に強いし、本当に大好き。俺も SPX っていうタトゥー掘りたいぐらい大好き。掘る？あとで掘る？渋谷とかで掘る？ということで、俺が SPX を初めて投稿したのは、なんと皆さん2023年の3月。懐かしいです。もうこのスナイパーがなかったらレニアンチャンネルはなかったと言っても過言ではないぐらいのスナイパーです。皆さんこれを最後に見納めしましょう。そしてあさってからの BO6 頑張りましょう、ということでね。BO6 頑張りましょう皆さん。まあね、これ撮ってるの10月23日なんですけど、まあ、10月23日、レニアの誕生日ですね。皆さん、レニアの誕生日に SPX スティップメント最高の誕生日プレゼント、ありがとう、コーラムデンディ誕生日、ハッピーバースデイ。さあ、ナビラサプライズ AKB48 出ましたね。あっちゃん、懐かしいですね。ナビラサプライズ、ナンメオフ、ダメ、南妙法連芸協まで出ちゃう、ナビラサプライズから。右から行くよ、そこのマッチ、ちなみにして、ここめっちゃ来る、ここめっちゃ来ない。中川、あいつはどうする、あいつはする、あいつはスルースキル、ディオンスカンカッションでいって俺のコンカッションが、まあ、ダメ、ちょっと、さあ、今日もネタ大爆発、もう SPX48 ドーン、なに、うまいじゃないの。右だな、いや、左か、右だ、俺右と左間違えてたの、俺これめちゃめちゃ右と左間違えた、ドーン、Z がディンディンと、さあ、合格、うまたに、いいダブルキル、レニハンはもうただじゃ死なない男、ただじゃ死なない男まで後ろいる、いや、全然あぶれぶれ、ここで一呼吸、あそこで一呼吸を貸して、米田コーヒーで俺飲みたいよ、俺でっけえココア飲みて、米田コーヒーで痛い、米田コーヒーのでっけえココア飲みてえな、あとでっけえエビカサンド、米田コーヒーのさサイズってバグってるよね俺最後の動画で何言ってんださあ行きましょう、行きましょう、コンカッション、ナウ左だ、あ、分かってたんだけどな分かってたけど、ポッキン、うまいね、で、そこにいる、あ、さあ行こうか、逃がさない、まあ、近い、内川もいける、近場もいけちゃうよ、レニア、近場のレニと呼ばれたとこ、近場のくるくるくる、来ない、俺に見た後ろだ、待って、行くぞ行くぞ行くぞ、で、うまい、あそこの頭立ちポジショニング、うー、投げなくちゃ、まだここ一回冷静に呼吸、やった、いいじゃない、まだまだ楽しませてくれる、 MW3 大好き、またまたまたミア出ちゃ、またミア出ちゃ、大好き、言葉にできなくて、この曲本当誰だ、うまいよ、あと1キル、いや、あと1玉、あとこの1度コンキャッションだよ、最高 MW3 最高だよ、 SPX 最高だよ、投げライブが切れていくよ、レニアンパイセン、待って待って、あそこ来るよ、うん、行くよ、来るよ、人来ちゃうこれ暗え、待って待って、うん、そこだ、いない、こっちだ、こっちだうまいね、こっちだ、おほほ、さあさあ行こう行こう行こう、さあ前はそこはレニアの領域じゃ、冒険、一回ここは入居スカマンダー入居スカマンダー、また入居スカマンダーできちゃった、最近ハマってるんだよ、ファンタスティックビースト、一回も見たことないけど最近ハマってる、どっかで見れる、各種サブスクで見れる、入居スカマンダーさあ行きましょう、さあ前は、あーん、もう一回来る、あ、正直者、正直者がバカを見る時代になった、いい時代になったもんだ、芯が出てきたね、力こそ正義、いい時代になったもんだ、なんと黒斗拳さあなんと黒斗拳出てくる、あ、パチスロで芯が出てきた時マジ最悪だよね、あの北斗転生とかでさ、芯サウザーみたいな、ほんと最悪だよね、芯サウザーで、たまにシューが出てきて負ける、たまにシューが出てきて負けるよ、そこで、さあここからキルソリコガンガン回しちゃうよ、これガンガン、さあそのキャパに取っていいかな、いいと思う、俺本当に取ってやるつ、ケアパッケージに釣られてやってよい、コンカッションなんだよい、
敵の感じに上等じゃねえかよ。俺のことをどんどんストーカーしてくれ。 GPS 装置、メンヘラ、メンヘラレニア出てくる。俺カルドに GPS つけていい？変態だろ。彼女に GPS つけていい？でもゼンリーっていうアプリ流行ってたでしょ。これゼンリーっていうアプリ流行ってた。これ全く女気なかったけど。ゼンリーね、もうゼンリーでなくなったんだよね。俺なんの話してた。なんで俺最後の MW3SPX 動画でゼンリーで締めくくるんだこれ。キルレアゴミだけど俺が一番楽しんでるぜ。はい、皆さん、最後の MW3 動画 SPX で締めくくりましたということで、はい、皆さん、この動画を投稿した次の日から配信なり動画は BO6 に切り替わっていくので、ぜひそちらもお楽しみにということで、まあ、たまにね SPX 前の彼女に戻ってきてしまうかもしれない。本当にいい彼女だった、ありがとう、大好きだよということで、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録してください、お願いします。レディアでしたぜ。バイバイ、さんか。